はい。皆様、こんばんは。よろしくお願いします。ジュニアグランプリシリーズ見てますか皆さん。多分、ジャパンオープンとか、フィンランディアハイとか見てて、あの、ジュニアグランプリ見てない方もいるかと思うんですけど、ちょっと僕は先にジュニアグランプリの最終戦、アレメリア大会のアイスタンスのフリーダンスと、えー、男子のフリー。もうこれ、ほんと最後の最後ですね。もう、ジュニアグランプリの最後の最後の2つの えー、競技をててききたたで感想述べいいいなと思います、はいえー、っとまずアイスタンスで優勝したイスラエルの組がエリザベスと、えー、この女性が確かエリザベスと、えー、アレクサ組ですねアレクサ組あのこの組かっこいいですねあの本当かっこいいと思うでこ今回のフリーは、えー、昔川端智恵さんだったりとか鳥のオリンピックで あのエキシビションでアイスタンスのカップルがやってたんですけど、そのなんか民族的な衣装だったき、あの曲で滑ってたと思います。で、最初のコレオキャラクターがもうすごいことになってて、かあの、非常に振り付けが面白かったですね。うん。まあ、リズムダンスの時も、この組非常に面白く、女性が特に雰囲気が、あの、女優さんというかね、なんか西部,西部劇に出てきそうな女優さんみたいな感じで、 かっこいいんですけど、なんか、本当、女優ですね、本当に、ね、雰囲気がね。でもさっき、なんかさっきコメントにもあったんですが、なんか、昨シーズンはジュニアグランプリ8位と8位でだったんですけど、全然、えもう大躍進っていうか、大進化ですね、はい、って感じましたんで、なんか、今年のジュニアグランプリは大活躍だなという感じでしょうかね、とてもかっこいいです。ちょっとファンにななっっちゃったかもしれないうん はい、えー、あと気になった組は、えー、イタリアのノエミとノア組がスピードがあって良かったですね。うん、最初のツイズレもスピード感あって、で動きもキレキレで良かったなと思いました。ノエミっていう名前は日本人っぽいんですけど、イタリア人ですね。ノエミとノアですね。はい、であとアメリカの、えー、兄弟の組島、えーとね、もうロードザ・ロードオブ・ザ・リングで。 最後と生活ポーズでしたね。うん、はいよ、よかったと思います。で、あとはですね、あ、フランスのね、エヴァとアモディオも、なんかシンデラーのリストを滑ってたり、まあ、曲が変わったりしたんですけど、だからこれをキャラクターのところで、なんか効果音を鳴らしながら、なんかドドッドドッドッドッとかっていう、なんか動きがあって、なんか不思議な動きがあって、クリアティビティだなって思いました。はい。 そんな感じです。でもあとは、えー、気になったのは、えー、カナダの、えー、組で、えー、っと、アリサとキエランだったりとか、スイスの、えー、マイルとアントニー、と、もう一つ、えー、カナダのアウレアとイエルとかね、良かったですね。とても清純な演技で良かったし。うん。それから、一番最初に滑ったスペインのメーテとヘクトール組も、なんか最後、別れるように終わって、こうさーっとこれをスライドで終わって、 なんか切ない感じを見せてくれて、なんか、あの儚さを伝わってよかったなと思いました。はい、アイスタンスはこんな感じです。あの、アイスタンスはね、やっぱりこの前も話したんですが、フリーダンスの方が僕は好きですね。はい、えー、面白いです。あの、では続きまして、えー、男子のフリーを見てきたんですけど、えー、っとね、まずじゃあ、中村俊介くんが、 銀です。えっと、総合銀だったんですけど、中村俊輔選手、ナザレの子ですね。で、最初の4回転トーループは非常によくて、浜田先生が、うわーとか言って、言って、えーとか言って、言ってて、で、次トリプルアクセルからダブルアクセルも決まって、浜田先生が、OK! とか言ってましたね。すごかったね、今日浜田先生、声が。すごい気合い入ってました。で、面白かったっていうか、ちょっと、 まああのー、そのあとのジャンプでトリプルルッツシングルオイダートリプルサルコーの予定だったのかちょっと分かんないんですけど、えー、トリプルルッツってちょっとステッピングアウトっぽくなっちゃってでうわーっとこうちょっと待って、えー、時間がかかってなんかダブルサルコーしてて本人が笑ってましたね、はいうん、笑ってましたなんかでその後のシットスピンとかでもなんか笑っててなんかつぼ,いつぼってましたね はい、あのー、待ちすぎちゃって、えっ、ー、と、オイダー、なんかでもあれ、オイダーすんのか、あのオイダーのあとジャンプやんのかなって、でも待って待って待って、ダブルサルコンをつけましたからね、はい、えー、本人も笑ってって、なんか、はい、で、もそれでちょっと集中力が切れた,か切れたのかもしれないですね、その次の、えー、アクセルがシングルアクセルに抜けちゃいましたね。うん 多分そこで集中が切れてしまった可能性があります。でもトリプルループ、トリプルトーとかも決めていて、まあ、まあ、良かったところも多かったし、まあ、結構だから良かったんじゃないかなって思います。4回転も決まったんで。うん。そうですね。はい。まあ、ただね、スピンもちょっと、スピンのとこでもちょっと回転が緩くなっちゃって、えー、 周りなんか,あのかなり遅くなってしまって、バランスを崩したところもあるので、キャメルスピンでね。だから、ちょっとそこで点数を、失点をしちゃった可能性がありますね。はい。ただ、他が非常にスケーティングもよく、キレイよく動いていたかなと思います。で、総合は2位ですね。はい。総合は2位,2位。2位ですね。はい。で、1位がアメリカの選手でしたね。アメリカの男の子で、名前がえっと、 ダニエル君が優勝ですね。まあ、ダニエル君、トリプルアクセルを2本決めてで、トリプルルッツ、ダブルアクセル、ダブルトーループ、後半の方、めちゃくちゃ危なかったんですけど、まあ、なんとか決めてましたね。うん、でダブルアクセルで2フットあったんですが、まあ、なんとかまとめた感じで、キスキュラで優勝が決まって、吠えましたね。ガッツポーズでもう、うん、めちゃくちゃ喜んでました。アメリカのダニエル君、優勝でね。はい。 で個人的にちょっと驚いたのが3位になったラトビアの、えー、男の子であのこのこの選手と名前がちゃんとかけ、メモフェード君かなちょっとかちゃんとメモってなかったみたいですね。この子びっくりしました。うんいや正直ね まあ今回、ショート、たまたま3位になっちゃったの、あのショートはたまたま3位になっちゃったのかなって思っ,たんですあ思ってて、ちょっと甘く見てたんですけど、あの、最初のトリプルアクセル、トリプルトート、2つ目のトリプルアクセル決まって、やっぱりこれ、来いやつかなと思ったら決めましたね。本当に良くて、あの、すごかったですよ、本当。ジャンプ良かったし、ただスピンが、ちょっとよろけましたね。うん。多分彼、スピンがあんまり得意じゃないかもしれないです。 中村俊輔選手もスピンがあんまり得意じゃない気がするんですけども、まあ、このラトビアの子も、ちょっとスピンが2つともミスがありました。だけど、トリプルループ、ダブルアクセル、ダブルアクセルと3連続でしたっけもう決めたりして、ジャンプは良かったですね。205.23、はい、で、20で彼は3位でした。けとね、フリーだけだと140点だったんで、だから、あの中村君よりも上回ってると思いますね。うん。素晴らしかったですよ。 素晴らしちゃった。驚きました。この子は初めて見ました。た確か初めてですね。アトビアンの子が3位です。ね。はい、あの下手したら中村選手よりも上いってる可能性もあった,あったのかな。確か、そんなことないか。ねまあ、ショートでも先もあったんですけどね。はい。驚きましたね。で、最終グループはね、一番最初の滑走と二番目滑走がそれぞれ、あのー、 アメリカのアレクサンダー・ヒガンとイスラエルのタミー君なんですがどちらも、えー、とオペラ座の開始やってましたねでもなんかあのそれぞれ違った魅力で良かったしアメリカのアレクサンダー・ヒガン君は初めて見ましたねうんこの選手は非常に質が良くて特に後半が良かったなって思いました、えー、とビールマンスピンとかもやっててジャンプも後半良くなってた気がするんでこのアメリカのアレクサンダー君は後半が特に良かったです でイスラエルとかも素晴らしかったですよ。まあジャンプもちょ,ちょっとミスはあったんですけどね。うん。でもまとめていたと思います。はい。まあちょっとね、危なかったシーンもあったんですけど。で、今回ちょっと残念だったのがリトアリアのルカ君ですね。で、この子はマンボウの曲を使ってて、まあちょっと前回かなりジャンプがうまくいったので、今回それともうまくいったから。 期待をしていたんですけど、ちょっと今回はミスがいっぱい出てしまって、本人も悔しがってましたね。リトアリアのルカ君ね。ただこの子、踊り心があってとても好きです、僕は。はい。そして、あとフランスのリア君も大きい、あの、面白い空気感を出してきていて、なんかこの選手は不思議な空気感を持ってますね。フランスのイリア君、イリア君ね。あとは、 あのカナダのデイビッド・リー君は、ダブルアクセルからシングルオーラ、トリプルフリップは良かったんですが、その後ちょっとミスがあったり、まあでも、うん、そうですね、まあ、うん。で、あとはですね、あ、そう、ベルギーのデニス・クログロフ君ね、うん、デニス君は、えっと、ダブル、えっとね、ダブルアクセルトリプルトーとか、ダブルアクセルシングルオーラ、トリプルサルコーははまったと思うんですけど、 あの最初のトリプルルッツもあれは直投でルッツなんで,で直投単価のルッツでなかなか珍しい入り方しててでその後、トリプルフリップとトリプルループでそれぞれまあダウングレードするような激しい転倒で,でしてあのちょっと痛かったですねあれはね、うん、であと他のところでもちょっとミスはあったと思うんですけど、まあでも そんなにすべて悪いってわけでもなかったかな、スピンとかも良かったし、スケーティングがね、日に日に良くなってますね、デニス選手で、ね、デニス君ね、ベルギーの、うん、日に日に良くなってますよ。で、明らかに身長も伸びてるし、でもデニス君はちょっといろいろ事情があって、あのかなりあのプレッシャーかかってるせ、うん、そうそうそう、ちょっとねあの、その事情がね、ちょっとあるんですよ。うん だからね、相当ね、プレッシャーかかってて、あのー、多分今、先生たちも必死になってると思うんですよね。レ、まあ、スリー先生が今回、対等してくれたんですけど、クリステル先生とか、いろんな先生がいて、で、ちょっと今、必死になって、あのー、チームでね、えー、とまあ一定集中ってわけじゃないけど、デニス・ケオ、なんとかオリンピック、まあ、次のオリンピックは無理だからね、あの多分ミラノは、あれミラノは、 14歳、確か年齢制限で無理じゃなかったかな、確かね。だから、それが無理になったから、次の次になったっていう話を聞いたんですけど、ね、確か。間違ってたらちょっと申し訳ないけどね。うん、そう、だから必死になってるわ。でも、この、あの、昔ね、あの、このクリステル先生ってあの、の娘さんがね、またこう、うまくてフィギュアやってて、で、多分今、ノービスなんですけど、まあ、そろそろ12年出てくるんで、あの、この、 クリステルさんの、まあ、娘さんと、まあ、だからあの今、チームのね他の先生の娘さんと、あとこのデニス君、鍛えかかってるんですよ。はいでなので、あのそんな感じ、ちょっとね、見てるこっちがちょっとせ先生も、えー、緊張がちょっとしちゃいますね、やっぱね、レスリー先生もちょっと緊張してました、ね、だから今日。うんまあ、でも、まあ、いろんなプレッシャーも乗り越えて、なんかだんだんよくなってきて、なんか来シーズンあたり、なんか化けそうな気もしますね、なんかね。うん はい、そんな感じです。楽しみですよ、なんか。でも、すごいステーティングの質が良くなって、どんどんね。うんはい、で、香港のシットさんも頑張ります。シッさん、シットさんね、ね、はい。ジャンプ決めて、ね、あのー、コンスタントにやってたなって思いました。であと、一番最初のスペインのアイドリア君、ハンガリアンラプソディ、個人的に好きでしたね。うん。はい、という感じで、ジュニアグランプリーはこうなりました。中村修生選手が 2位です。2位2位です。2、は、で、い、でもなんか結構彼はあまりフリーがそこまでこう,こ,うこの大会このあの最近良くなかったんでようやく自信になってしか4回転とも決めたわけなんで、まあ、多分回転も大丈夫だと思うし2フットに見え大丈夫だと思いますよ多分。うんね まああの気になる方、ぜひ見ていただければと思います。あのトリプルルッツ、シングルオーダー、トリプルサルコーのところがダブルサルコーですごく待ってサルコーをつけたところはちょっと本人も笑ってましたんで <laughs>、ねうん、はい、まあ、そこで集中が切れてしまったんでねちょっとアクセルが抜けちゃったかなっていう感じもあるんですけどねはいラトでもラトビアの子とアメリカの子、ダニエル君、ね、どちらもガッツポーズでしたね。ですけどねはい っていう感じでちょっと眠いですね。いや、ほ,ほんと眠い寝ない,いかなと思います。ちょっとね。皆さん寝ましょうん、寝ないとやっぱねで。ちょっと今日これからちょっともう一旦寝ていきたいと思います。で、その後ちょっと大会は見るかわかんないんですけど。まあ明日以降から多分ね。見てきますんでよろしくです。バイバイです。